はい、ということで、まあちょっとやっと言えますね、急遽動画を回しておりますっていうのはね言えるんですけど、まあ細かく言うとこの前に、1週間2週間前ぐらいかなに、まあ今現状の面談というか、プレイヤーどうなってんのってコロナ禍で見えなかった部分があったんでちょっと話し合って、で今日は小野田さんの方からちょっとこういう場を作ってくださいということで急遽ちょっと、僕も到着して回してる状態なんですけど、まあカメラマンと話ができてるんですかね。まあ、少し聞いただけなんで、はい、ただ僕は聞くだけなんで、はいはい、ただやっぱり企画としては東田新プロの企画なんで、はいはい、そこで話してほしいということで、はい、今日この場を設けさせてもらったんですね。分かりました。まあちらっと聞いたんですけど、まあちょっと、はい、ドロップアウトというか、まあ抜けさせてください的なことだと思うんですけど、まあこの間の面談して、じゃあ目標設定みたいなものをちょっとゴール的なことをちょっと視野に入れて、短いスパンだけど頑張ろうっていうところだったんですけど、ちょっと僕も聞いてびっくりはしてたんで、まあちょっとご本人の方からカメラに向かっても含めて、僕に向かっても含めてちょっと説明をしていただければなと。そうです。この間の面談を受けまして、5月の京都出ましょうっていうところになったんですけど、はいはい、まあ今現状プロの資格を持ってない、はいはい、ここから取得をしていくっていうところで、あと一月の中でプロを取って京都に出るっていうのは現実的に、まあ、難しいのかな、時間もそうですけど、はい、金銭面もあるところでちょっと厳しいなっていうところで、そこに、まあ、動画では撮りますっていうところで強く言うたんですけども、はい、帰って、はい、いざ冷静に考えてみると、もうちょっとやばいなと。で、このまんまの流れで京都に行きました、はい、ただ行っただけっていうのに見えてくるんで、そこの、はいはい、もうビジョンが見えてるんで、それなら、まあ、今ではないのかなというところかなっていうので、ちょっと木田さんに相談させてもらって、もうそうなってくると企画としてもね、まあ、ただ出てるだけみたいな状態になってしまうって感じですよね、はい、武器が何もない状態では受けないっていうところがあるんで、なんか僕らとしてはというか、僕としてはやっぱりその最終的にメーカーさんにドラフトみたいなことをしてもらう中で、じゃあスタートしたところから今現在に至るまで何ができてるのっていうところが見えてこないといけないと思ってて、それの一つが、まあ、プロを取るであったりとか、まあ、例えば今年度に関してはスポットで出ていくけど、来年度に関してはちょっと多めに出ていくみたいなことが見えるための一旦ゴールっていう言い方をしたんですけど、ただ、僕も子供を持つ身なので、ね、本当は引き止めたいんですよ。もう待ってくれと。やっぱあと1個だし、逆に言うとね、ジャパンの試験あと1個なんだったら最後までやっていこうよっていうのもすげえ思ってるのも正直なところなんですけど、ただ仕事をしながら、まあでも見てる人にもそのこれもね、その帰れない現実なのかなっていうところも含むのかなとか思ったりもしちゃうし、だから本当に面接の時に言われてた、東田さんに言われてた、家庭を持ってたら、はい、ここから先厳しいよっていうところは、そうですよね、いざここの立場に立ってみて、はいはい、分かったっていうところもありますし、そのスポンサーさんがつくっていうところが軽くないんだなっていうのは一番大きな理由かなって思います、ね、なんかそのどうしても僕なんかはこういう YouTube の発信をしてて、人となりを発信するっていうことも結構大事だと思ってて、はい、例えば調子のアップダウンなんかは絶対避けれないところで、ただそれが例えば家庭によるアップダウンも絶対的にやっぱりあったりとかする部分、もちろんバックアップしてもらって、理解してもらって、家から応援してもらってっていうところあるんですけど、そうですね、決められたことなので、引き止めたい気持ちはたくさんあるんですけど、そのすげえわかるんですよ、その子供を持つ身としては。だからただまあ、さっきちょっとカメラ外で話してると、別にダーツやめるとかプロを目指さないとかっていう話ではないので、まあ、今回に関しては僕はもう何とも言えないかなっていうところですねでもこれがそのなんていうの、マイナースポーツって言ったらすごい大きな括りになるし、僕はそんな立場でものが言えるわけじゃないけど、
これが現実なのかなっていうね、そのスポンサーが先か自分の実力が先かっていうこのぐるぐる回していかないといけないサイクルが、やっぱり家庭を持って仕事を一般企業さんで働いてっていうところは結構厳しいなと。だからなんか別に宣伝するわけでもないけど、あやちゃんの方のチャンネル の, あの今やってるドリームキャッチャーという企画がすげえ魅力的に聞こえてくるかなと思ったりするけど、まあ、ある程度ね会社の中でも多分役職じゃないけどその、ね、場所がある中でっていうなるとそれも違う気もするし、そうだから企画がありますっていう応募があった時にはすごい、あ、ね、楽しそうな、そうですよね、もうちょっと若ければとかね、若い、若いですからね。いや、その年齢的なことだけじゃなくてその今の、ね、生活の中の、うん、ね、子供がいてなかったら多分飛びついてでも行きたい、ね、企画じゃないですか、言ったら僕もそうだし、かっこいいっていう憧れで入ってたっていう甘さっていうのもあったのかなっていうのはありますし、だからほんまに今ここでしかこの話は言わないと後々伸ばし伸ばしにしてしまうと自分の首も絞めてしまうわけやし、迷惑もかけてしまうわけなんでっていうところがありましたね。いや、まあ僕らもそのコロナ禍の中で思うようにやっぱり僕がお店に大阪に来れないっていうこともあったし、アドバイス的なこととかいろんなところが、まあ、不十分だった部分もあるんで、ちょっと残念としか言いようがないですけど、引き止める責任も負えないので変な言い方ね。やっぱりどうですかカメラマン、なんかあれば。僕は聞いた時に、まあ、僕が聞いた時の話でいくと、まあ、僕が言ったんですけど、まあ、熱量の違い、こっち側と小野田さんの思ってた熱量、まあ、僕らはやる以上は絶対みたいな、うん、こう進める以上は最低限これぐらいはっていう熱量があるじゃないですか。 そうですね、そこのやっぱり空気感の違いっていうか、うん、それをやっぱり小野田さんの場合やっぱ家庭が一番、うんうん、家庭があって今の現状と今の状態と、うん、そっちにさらにその熱量を注いでそこを削ぐまでの時間を使っていいのかどうなのかって、うん、天秤にかけた時にやっぱり難しかったっていうことなん で、ね、まあ、僕はもう それを気づけたんだったらこの企画はやって意味あるんじゃなかったの、うん、っていう話は小野さんにしたんですよ、はい、この企画に参加したことはマイナスじゃなくて、うん、それを気づけるってこの企画に参加しないとできなかったことだと思うんで、うん、良かったことなんじゃないのかなって、まあ、ドロップアウトがいいとは言わないですけど、うん、ただ悪いことじゃなかったんじゃないのかなっていうのは思うんですね。まあ、ここで小野さんがダーツをやめるわけでもなく、うん、プロを諦めるわけでもなく、ただ自分のペースでそんなに上は目指さなくても家庭との両立をしながらゆっくり自分の趣味としてやっていかれるっていうことでやるんだったらもう全然僕はそこは逆に応援したいですけど ね、ここから先に関したらなんかそうですね、今後別に辞めないんであれば絶対どっかでお会いしますでしょうし、ね、プロのトーナメントでそれこそ同じロビーに入るとか当たるっていうこともあると思うので、ちょっとそれを楽しみにというか、はい、陰ながら何もできないですけど、はい、そこは応援させてもらえたらなと思います。まあ、こうやってね、その動画も撮らせてもらえる、ちゃんと理由がを伝えれるっていうことも、はい、その小野さんの人柄だと思うので、まあ、ゴールまでは、今回の企画としてのゴールまではちょっといけなかったけど、はい、ぜひ気になるメーカーさんとかもあれば、ご連絡いただければ小野さんを紹介できたりしますので、そうですね、はい、まあ、マイナスの方じゃないと思って、はいはい、今回に関してはもう仕方がないかなと思います。なんか最後、うん、言いたいこととかも大丈夫ですか？そうですね、もうダーツが嫌いとかそういうわけではないので、これからダーツと向き合い方っていうのは今まで通り楽しんでみんなでワイワイともしますし、真剣に、うん、まあ、マッチそういうのもやりますし、一番は好きな、ね、好きな時に好きな人と好きなだけダーツをするっていうのが一番いいんかなと思いますんで、まあ、全然僕も東田さんに応援しますし、ありがとうございます。もっと言うたら塾生のみんなの今後も活躍は応援させてもらいますし、今プロを取れないっていうだけなんで、うん、今後5年後10年後プロ取ってるかもしれないです。その時はね、おじいちゃん同士でそうですね、やってもらえればいいかなと思いますし、はいはい、でね、この企画本当に選んでもらって、プロじゃないのにっていうところもありますけど、うん、選んでもらってこの半年いろんな経験はさせてもらいました。いろんなとこで
会って出てる人ですよねっていうのも言ってもらったりもしてるし、ツイッターで反応してくれるっていう、もうほんまに全然県外の人とか全然仲良くしてもらったりもしたんで、正直このドロップアウトするっていうのはすごく怖かったです、うん、いうのが怖かったです。選ばれてない人にも失礼やしっていうのもあったし、けどここに立たんとわからないこともあったんで、マイナスちょびっとありますけど、プラスの方が僕はでかかったと思います。お店にもね、来させてもらったりしてよかったと思います。いい経験でした。ありがとうございました。また帰ってきます、いつか。では、いや、まあこれ、まあどこまで取るのかわかんないですけど、まあ仕方がないとしか言いようがないですよね、やっぱりね。はい、いらっしゃいませ。まあこれが、現実なのかなっていうところですね。僕も子供を持つ身なので、すげえ気持ちがわかるので、家庭も大事にしながらダーツも両立するっていうのが難しいところであったりとか、プロの先に、まあ、しっかりスポンサーっていうものが見えたり、まあ、金銭的なものが見えるとまた違っていくんでしょうけど、今現状のダーツ、ね、さっきも言ったけど、そんな偉そうなこと言うわけじゃないけど、業界の中ではやっぱり私生活を削ってしていかないといけないっていう部分が、やっぱ情熱だけじゃダメってことですね。あー、なんか聞いたことあるな、その情熱だけはってやつ。ということで、まあ、ちょっと一人ね、小野田さん減っちゃいましたけど、まあ、どんなスケジュールでやっていくかっていうところも含めて、また今後もガチンコの方、それから小野田さんの方も応援していただければと思います。今日はちょっと真面目に締まります。ありがとうございました。